そうだね、予選層あたりでみんな数一緒なんだけど、うんうん、確かに勝者側敗者側決定戦で2試合やってるから、うん、確かにその分もでかいのか、うん、3位抜けってことはみんなツイートだ、このタイミングでツイートだ、主人公 VS 主人公や、あのツイッチの共有ボタンポチってやるとなんとツイッターが連携できて、人であれば日本の主人公 VS アメリカの主人公かな、これ、そう、ちなみに今現在時刻が10時半だから、まあ、修行してる人は修行してたり、多分電車で見てる人もいるんじゃないですか、この時間帯。いや、もう10時半だから確かに会社の DC でもう間髪入れずに始まっちゃったよ、もう始まったよ、おいしいよ、はい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 、はい、このウィンとウィナーズサイト、ウィナーズサイトの表記いいね、高いね、まあ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 、崖外だとね、そこまでフォックスはコンボ伸びないですよね、下強リフ、なるほど、勢いが止まってたから反射できなかったのか、まあ、つかみ判定はなくなりましたと、うん、ナイスブロック、いやブロックの建造ね、4人と違ってね、割り切った、おい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 はい、おいしいスタフィニッシュ、そうだね、上撃墜だね、ちゃんとね、ちゃんとね、横じゃないですよね、うん、しっかりしてんね、うまい、うますぎ、うめうめあ、好きなだけ、これおいしいおいしいおいしい、いや、ちっきりビホールド生えてる、そう、実はね、重たいファイターですからね、スティーブはね、重いですからね、体重95だっけ、うん、中身ぎっしり詰まってる、ぎっしり詰まってるんだね、マリオとちょっと一緒ぐらいだよね、ちょい軽ぐらい、マリオよりかちょっと軽い、マリオが98のはずやから、うわーホールド、えらい、まあ、最大限背中側変更してね、受け身を取ろうという目論見でしたけど、うん、ピンク出たね、さすがに、ダイヤはあるから、ダイヤはあるから、ダイヤはあるので、ダイヤはある、鉄も4つ今ダイヤはあるぞ、うわーうわうわ、ギリギリダイだ、変更早いいいね、ダイも手伝って、危ないな、なるほど、なになになに、中央無人すぎる、いや中央無人すぎる一人だけスマブラデラックスみたいな速度してない、左右ステージは俺の庭だ、ゲームが違うレベルだでもライトの壁対策ちょっと面白くて、はい、なんか崖外まで逃げた後にライン交換するっていう人はあんまり本大会で見なかった、うんうんうん、あ、これはこれはずれないやつ、ホックスはでも最後が立ちじゃなくてあれ倒れだからね、うん、まあ確認男、結構距離長いんですけどね、スティーブは受け身の地味なまだよね、ちゃんと追いつきますねあ、オッケー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 、ダイヤがあるんだもん、こっちには、いや、鉄補給美味しいね、おうち、おうちライン入れ替えて、あの、台がない状態で差し合いに戻せるって感じだね、いや、ブロックありがとう、下っきょ、いや大展開作る、Yeah, I mean just getting up close next to Steve and abusing and playing around really well. Like you said, being very willing to go off the wall. 落ち着くって。鉄を鉄をね、フォロー鉄を。壊す読みでトロッコだね。うまい。おいしすぎ。ダイヤ補給。スマブラの基本はジャストシールド。基本らしいこれが。うわあ、これいくぞ。よしよしよし。漏れたか？まあ、踏めてはなかったけど解除しちゃったね多分。会場っぽいモーション出てなかったんだけどな、ね、漏れたか動いたかどっちかだと思う、まあ、このタク踏めなくてもあんまりリスクないから、そうリスクないからね、そうだね、とりあえず狙っていけばいいからね、あーなんか動いて動いたか漏れたか、あ助かる、何これ、あ、あ、上スマ、あ、上スマだ、スマだ、この光は上スマだ、スマッシュの光だ、なるほどね、動いたんだ、なるほどなるほど見えねえよマジの1フレじゃん、おお、はい、おお、シーステスマッシュなばかり、はい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 、もう狐のひき肉よミンチにしたれ、肉ドロップする、うん、漏れた、いや、この手入れいっちゃいたい、しょうがないしょうがない、リフレクターで跳ね返そうとしてるんだ、うん、上京、上京からの空、そうね、空前のルートを狙ったの、うんうん、高めの火力が高すぎる、うわぁ、いいすんね、
さっきとライフプランが違いますね。うまーこれ、これがしたい、これがやりたかった、これがやりたかった、俺は。あわまあまあまあ、離脱してるとね、その分威力は下がるから。結構速度あるもんなんやね、跳ね返り。そう、うわー、主人公男ノリノリだ。道中ヨニを飼ってきてるから、うん、ね、吸収してるんだよ、ね、そうなんだよな最強のモンスターになっちまった。最強のモンスターになってるから今のところ。しかも日本勢を葬ってきてるのもこの男、うん、全ての力を倒した相手から属性を得てる。あ、違うか、コーラ、足元選手はコーラだ。足元を倒した、コーラを倒したライトだから。ガクトは吸収してる。そう、ガクトは吸収してる。いや、なんか一気に苦しいんだが、まあ3立てなんだが、何これ、何がどうなってこうなったんだなんかさ、上手い人たちの試合いつもこうじゃんあのチュートンとプロトバロムがやってる時もさ、はいはい、あ3立てしちゃったねーって次こ、ね、次行こう、次3立てした方が次3立てされるみたいなこともそう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 、それが常だよな、あるからね、いつもこうだね。何なの このリプレイ、バウンドを支配してるな長段のマジスティーブ続投ということでね。タウン&シティ、いや、スマブラこれ村町の方。うわ、当て投げ。いや、おいしい。ヒットトロッコやばいな。スピンの、いや、空車最終弾は痛い。鉄のスピンですからね。タイミングずらして、ティーティー君も喜んでおります。はしゃいでます。ピョン。お、お家ができた。夢のマイホーム。ジャンプ読み。うわー、マイホームが。マイホーム侵入されたあ、でもマイホームがダウンを補ってくれたわなるほど。うわー、これ決めんのかよ。裏じゃん、ベクトルが。正面か裏か分かりにくいもんね、うん、いや、家が大破壊大破壊、夢のマイホームがうわー、うまい、投げよく通す。まあ、そうね、まあ、33で3取れてる。ウエラスキー、じゃあ足シールド、はい、これ横スマジメ、あ、下スマジメ、あ、これはブロックで、うわー、これ本当に3立て返ししちゃうんだが、3立て返しああ屋根がちょっと間に合わなかった、増築間に合わず建築足りず嵐が先に来たわ。踏みに行く、違うか、ファイアーフォックスで、あのルート制限っていうか、ルート上に技を置いておく。弱で刻んだら、はい、チョップチョップチョップ、つなげるつもりだった、やっぱり。あ、上変更偉い。これは、あ、惜しい。いえ、空上、マイクか。もうどこから横綱当たってもこれ激痛いパーセントじゃない。76.9 は。お、横移動が長い。危ない。採掘。採掘なんだ。あんな目の前で。え、あの隙間から入ってきちゃうんだ、ライト。ネズミじゃん。防犯。あ、鉄がラス1。もう割り切った今のは。回避読んでる。なんだこれ、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 どこで戦えばいい。資材がゼロ。いやー、ホールド早え。待ってる。ああ、うますぎる今の。うわー、かくった。ギリ届いとる。なんかめちゃくちゃリードしてたのに、ちょっと香ってきたな。いやいやいや、香んない香んない。香んないよ、こんなの。いや、空下が痛いぞ。いや、42.5? これでも香んない。作業台だと思った、あれ。うわー、うますぎる。大くー。え、完全に作業台だと思ったんだけど、あれ。え、あの木のブロック。え、だってあのブロックがあったからこの上スマ打ったんだよ。そうだね、そうだね。あれがあったから手前のジャンプを早めに切らせて分かりやすいタイミングにさせたっていうのあるね。いやこれちゃんとディレイかけてブロック置いてんの偉すぎる。はいじゃないんだよなこのブロックがあったから遠めのジャンプをせざるなくて耐久ができたっていうね。なんか空き巣しやすい家だった侵入経路を作ってあげたらそこから捕まえんのよ作詞だね。いや、これ鬼門遁甲だね。じゃあね、うん、誘い出してそこを潰すっていう。はいはいはい。
やーこれあるのか、ウィナーズのまま招待大会優勝このメンツでどうしていつだって日本のプレイヤーはこんな日本国民全員の希望はこんなね若い双剣に乗るんだろうか。そうだねタイ 50% タイク、タイク、なんかやっぱ日本の社会の縮図を若者に若者に連れてると託してしまうこれが日本現代社会の闇ってこと。雑所在処理の TNT、ねえ、うん、やばい防犯爆発しちゃう割れる割れる、さすがに漏れる。え、これ取ったら勝ちだけど。そうだけどね、そうだよ、うん、試合展開も五分ですけどね、切り離し踏み、まさか踏めるとはって感じだったんですよね。そうね、今の狙った方だろうな、うん、うまそう、ギリ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 来とるか。さすがに木材採掘を優先できるので、うん、あと鉄は筋トロコになってるとその分でね、そうね、その分で筋トロコやってうますぎでしょ。うわぁ決め切る力、まあ、かなとこのプレッシャーはあるとはいえね、うん、結局空兵は打ちに来ないと勝負にならないって、うん、ウィビーいや、ぶつかるぶつかるぶつかり稽古だいやライトも逃げてんね、しっかり帰ってきたかなんか体当たりで壊しちゃった。どこが当たってんだよ、裏当て、どこやねん、フレーム一番最強のやつやん。いてー、いや次もクーエヌが寿命だね。なんか天井のおかげでジャンプコードが変になって、おー、はい、チョップ、チョップ、はいはいはい、はい、うわー、はい、ゴブゴブゴブ、石だから硬いよこれは。いやダイヤまでいけるか、行きたいな、いやー行けなかったが、いけるあー、行けない、行けない、行けない、最高だ最高だ、行こう、最高すぎる、もう絶対死なないことはシルクの盾なんか目じゃないんだけど、何回押せばモナの盾になるんだろうこれ6回ぐらい押してるけどね、 P ボタンねまだまだいいよいいよ、美味しい、相打ちは美味しいよ、 21.0 いやーこれうまいのよ、メンタリーこれ、ね、でも資材はねいいからね、そう資材だいぶいいですよ、ダイヤスタート、はいはい、うわまさかまさかまさか、やめてやめて、うわありかよ、そんなありかよ、掟破りの弱だ、そうだね常識破り、なんでもござれやってみるか、もう体のどこかに当たればいいのよ、やっちまえば、やっちまえばもういいのよ、当てたれ当てたれ、体のどこかに、ちょけろちょけろいったー、ちょけ毒だ、あれホールドしてなかった、わかってた、ちょっといいぞ、もう振ったれ振ったれ、いや飛び、いけ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 、飛びすぎ、キンとしてトロッコもありますよ、僕にはなんでもあるっす、いやダイヤ欲しい、ダイヤ完走これはきつい、うわーなんやそれ、最高最高、おめでとう、素晴らしい、フラットゲーミングさんありがとうございます、世界大会に初めて招待されてこのメンツの中で勝者側のまま優勝なんなんこれこんなに早いことあるねなんかねいやいつかいつかね、アコール選手が海外のプレイヤーをバッタバッタとなぎ倒すの楽しみだなって、そう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 、こんなに早いことあるいいのかこのストーリー展開、お漫画だろって怒られるぞ、ね、2巻で終わっちゃったけど、ね、漫画だったら上下巻展開が早すぎるこんなに、いやもうねだって第4話くらいで全国大会編が始まってさ第8話くらいで世界大会編ねえしかも1位しか2位しか取んないでね終わってく漫画分からんこれ売れないけど大丈夫この漫画いやコアなファン層しか読まんこんなのノンフィクションだよいや素晴らしいだろこの対空ナロー系でもここまでやるか、うん、ここまで やれないね作者度胸がないと無理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 いやーシーズン2シーズン2新しいスマブラいやこれ改訂版スマブラの教科書だから新しいスマブラの教科書シールドは掴むのではなく削らせて割りましょうダイヤを掘ってちょけましょうジャックから横綱は確定します、うん
コーラくん。あ、音が。あ、おい、おい、なんてタイミングで。あ、音がしない、音がしない、やばいやばいやばい。もう俺たち黙ろう、俺たち黙ろう、俺たち黙ろう。ワッチさん頼む。You know, like that seemed to be the hardest thing to have to deal with as Steve is like people being able to rush you down. So Fox, Roy, you know, but outside of that, yeah, it seems like he's kind of handling everybody else. Yeah, right. Yeah. I guess I'll go next. Oh, yeah. Sorry. Oh, no, go for it. Go for it. Okay. So Akola's got an incredible tournament record. いや、今これ解説タイムだ。そうだね。談義タイムなので。アコーラ選手が喋ったら。いや、喋る喋る。あ、ワッチさんが喋ってくれてる。オフラインですか。オフライン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 。準優勝。最低順位。最低順位。レオみたいだっつって。倒されたことは。吉ドラシュートの。誰ですか。Hey watch, could you put your mic down? Yeah, your mic works too. Yeah. Okay, yeah, yeah.Shirayuki, Yoshidora, Shutan, and Yara. Like, only the I think it was like only 4 or 5 players who beats him in offline. Okay. 100% goes to grand finals. Right, right. 100% always to grand finals, which is absolutely wild. The question I had is.Does Akola feel like players are adapting the counterplay to Steve really quick now? Does he think that there's other players that the other players could play the Steve matchup a lot better? Or does he feel like they're kind of still keeping up to speed in terms of how fast the Steves are learning how to play Steve? Like, does he feel like the counterplay to Steve right now from everyone else is very strong or not? Oh, so you're going to earn your money today. Game. 対戦してみて、このスティーブに対なんて言うのかな、すげえ難しいんですけど、なんかこのスティーブ対策ちゃんとみんな詰めてると思うみたいなのがなんかざっくりとしたあれで、なんかそのスピードとかそういうのでなんかこうなんだろうな、こうなんだろうな、翻訳難しいんだけど。あ、oh, he's so shy, it's adorable, man. Humble king.So it's like talking about the なんかあれかな、ゲームテンポが上がっていく中でも、こう採掘が必要なスティーブが、そのゲームのスピードについていけるのかなみたいな。Mm-hmm. Or does he feel like other players aren't playing well against Steve, like the counterplay? なんかスティーブ使ってもっとスピーディーな展開とか作れるのかみたいな。全然違ったわ。全然違ったわ。ちゃんと戦ってきてるなって感じる。かどうか、なんか対策に詰まってるかみたいな、相手の対策か、対戦しててこの人対策積んでんなみたいな人たくさん多い。So your whole commentator, are you just asking, do you think people know the Steve matchup, bro? Yeah, that's all you're saying. Is he gaming or are we just ass? Yeah. What the hell? He said like he feels like there's like some like counter picks actually, yeah. Right, right. But not like everyone, you know, like feels, but feels like there's some players like really knows the matchup. Right, right. Okay, okay.All right, and then the only thing I want to know is, does he plan to come back to the States to, yeah. to enter more tournaments? またその海外の大会に次回先でなんか参加する予定とかありますか？今のところないです。Right now, not yet, actually. Okay. Okay. But hopefully, 行けたら行きたい。Yeah, he wants to, but like depends on a lot of things. Yeah, yeah, yeah of course. I mean, he's young. We understand that, but let him know. I mean.He impressed not only us, everybody in the chat, like all the other players. Like, he was fantastic, and we want him to know that. Like, he's really appreciated. ここにいるみんなも選手も見てる人も含めてもう見てすごかったし、なんかそれをみんな感動してすごい盛り上がってることを改めてなんか伝えといてくださいって言われたんで、松野。Thank you. Yeah. Give it up, bro. Give it up. Give it up. Amazing job, man. Awesome talent.